おはようございます。今日は2024年の5月何日5月17日朝の5時17分ということで、本日はですね、ちょっと新たな本を、ご紹介したいと思います。これもちょっと分厚いんで、まあ長編で皆さんにお話しできればいいなと思っています。それは、なんて言うんだろう、これ、あ、ハートですね。これか、ハート、レッドホットチリペッパーのすべてがこの本に描かれてます。僕が尊敬している方、木内さんという方が描かれた本ですね。ジョン・フルシアンってギタリスト、まあ明日東京ドームでライブがあるんですけども、ちょっと僕は東京ドーム行って、まあもし会えたら木内さんにもお会いしたいと思っております。ではこのハートかっこいいですよね。2冊ありますね。こちらはまあ、ギターのセッティングとか、そういったものが書いてありますね。で、では早速、こちらが、ちょっと分厚いからね。ほんとね、しっかりした、かっこいい本なんですよね。ここだけお見せしますね。This is number 1000冊のうち103、シリアルナンバー103本目のハートとなります。ありがとうございます。改めて、では明日じゃないわ、明後日か、いや、明日だな。今日金曜日でしょ。明日ライブか。全然実感ないけど。はい。じゃあ、ちょっと抜粋して、皆さんに共有お話できればと思うんですけど、まず、ジョン・フルシアンってギタリスト、レッチリの現ギタリストにとっては、音楽を作るということは、呼吸をすることだと私は考える。そして、あ、これは木内さんの考えですね、はい、そしてジョン・フルシアンテは常に挑戦し続ける。挑戦するということは努力を重ね続けるということ。努力をする人の姿はとても美しい。挑戦する姿は人にエネルギーを与えると思うから、まさにそう思います、僕も、うん。私がライブで体感したジョンのギターの音は凄まじく大きかった。と思えば、凄まじく優しくて甘い。音楽だけでは表せない、比較もできない、何か大きな出来事に出だった。ほんとね、東京ドームの、まあ、昨年になるのかな？昨年2月だったっけ？あれ、初めて僕が見た、レッドホットチリペッパー、そしてジョン・フルシアンテのライブだったんですけど、冒頭のギター、イントロジャムから、ほんとに、僕としても衝撃でしたね。衝撃でした。うん、本当にギター弾くの上手いんだよね。上手いっていろいろ見方があると思うんですけど、何を思って上手いのか。人によっては超絶技巧、ギターのテクニックが、早弾きが上手いと感じる方もおられたら、まあ、僕はどちらかというと早弾きももちろんめちゃくちゃ尊敬してるんですけど、感性的なギターというか、何か訴えかける
心を揺さぶるギターっていうのがとても好きで、なんでこんなに心に響くんだろうっていう、そんなギターをジョン・フルシアンテは弾いてるから好きなんだと思ってます、僕は。はい。間違いなく私の人生はその瞬間に変わった。うん。ジョン・フルシアンテのギターサウンドで最も重要なのがピッキングのダイナミクス。それはジョンの心をそのまま表現してるから。皆さんもそのジョン・フルシアンテを目撃し、体感し、その延長線上でハートを手に取ってくれているのではないかと思います。2008年のインタビューで、音楽とは本来自分の心の中に宿っているものだと話していたことがとても印象的だった。私の心の中に宿っていることは、ジョン・フルシアンテのアートを視覚化し、皆さんとコミュニケーションすること。コミュニケーションは私にとっては音楽を奏でることに近い。彼のアートに対する理解がすぐにできなくとも、音楽は言語となり、音楽は絵画になって、様々な色彩を見せてくれるから、自分の中に新しい視線が生まれるんだ。彼の音楽を聴くと心が揺さぶられるからね。ファンだから同じような挙動や音色のする機材が欲しいというよりも、もっと彼の視点や考えを理解したいと思うようになった。そして、デザイナーとして、そのすべての体験を本にまとめ共有することが、私のすべき使命だと感じ、2018年より、ハートを作ることは自分の中で自然な流れ、呼吸をすることでもあった。はい、ありがとうございます。すごいですね。リスペクトですね、ほんと。明日か、ライブ。ライブ、何が楽しみかって、どんなイントロをジャムするのか、どんなアドリブをするのか、そこにつきますね、僕の目線は。どんなギター、弾いてくれるのか。ほんと、爆音ですね。まあ、昔はもっと爆音だったのかもしれないですけど、音がでかくて、こんなに、ジョン・フルシアンテって、特にギタリストの中でもエフェクターつなぎまくってるのに、こんなに音劣化どころか、音こんなでかいのって、僕も思いましたね。全然迫力がダイナミクスというか音の芯があって、別に劣化どころじゃないよなっていう、別に繋ぎまくってもいいじゃんって改めて思ったんですけど、まあ彼の音を機材だけじゃないの、先ほども木内さんが言っておられたように、ピッキングプレイに、まあ、重要な部分があるとは思うんですけど。これね、かっこいいな、改めて。いろいろと、ボリュームがあって、まあ、抜粋してお話ししていくと、まあ、彼の機材についてもやっぱりたくさん書いてあるんで、ちょっとちらっとお見せしてもいいですか。ボスの DS2、 こちらについて今日はお話しして、一旦第1回目のハートについては終わりたいと思うんですけど、 DS2、ボスの DS2 ターボディストーションですね。ジョン・フルシアンテはレッチリに加入後の1989年からボス DS2 を使用されている。
DS2 をリードサウンドの基本音色として使用し、80年代に製造された日本製を使用しているのではという説があるが、著者なりに検証してみた。このハードに記載されている DS2 写真があるんですけど、これは1989年製。日本製の特徴としては、歪みを形成する部品に、ゲルマニウムダイオードを使用し、ミッドをプッシュし、非常に分厚く太い歪みになることが特徴だ。特に、ファズのような疾患に感じるときがあり、低音源を強くピッキングしすぎてしまうと、低音が強調されたブーミーな音に感じる方もいるだろう。しかし、ギターの音色がバンドアンサンブルの中で必要とする音域を程よくプッシュし、ジョンのギターサウンドに欠かせない存在であることは皆さんも周知の通りだ。そうなんですよね。これね。なんだろうな。DS2 って、まあ、有名なところで行くと、カート・コバーン、ニルバーナのギタリストが使ってたんですけど、ただカートは、DS2 ってターボモード1と2があるんですけど、1は、まあ、DS1 っていうのがあるんですけど、DS1 みたいな歪みで、2がジョンが使ってるモードで分厚い音が出る、まあ、ファズ的な音が出るモードなんですけど、やっぱり、まあ、カートの使い方、音もかっこいいし、ジョンの音も当然、モード1、モード2も、どちらもかっこいいし、普通に、なんで今も、この DS2 ってそんなに評価されてないのって、僕思うんですよね。普通に、最近エフェクターって、高すぎて、値上がりしすぎて、プラス5000円、いや、それ以上1万円、下手したら2、3万円高騰してる、そんなイメージがあるんですよね。まあ、もっと高騰してるものもあるんですけど。そんな中、この DS2 っていうのは、中古で、まあ安くて5000円、まあ6000円とか、そんな値段で買えるんですよね。安すぎじゃないって、未だに俺思ってるんですけど、今のうちに安いうちにみんな買っといてって思うんだけど、正直、もちろん日本製の方が太いっていうのはあるとは思うんですけど、僕の耳だとそんなにわからなくて、台湾製でも日本製でも、そこまで大きな音で鳴らしたら、まあ、大きな音で鳴らしたら変わるんだろうけど、まあ、家で楽しむ分には、台湾製でも問題ないと思います、全然。それが5、6000円。まあ、新品で今いくらなんだろう。1万円かわかんないけど、安いと思いますね。ファズ、まあ、昔ながらの、地味編とかが使ってたファズフェイスとか、ああいった、まあ、ファズフェイスとはちょっと違うんですけど、ああいったファズとして DS2 使うのは本当にありだと思ってて、デッチに関係なく。ジョンの音が、まあ、好きっていうのはもちろんあるんですけど、それに関係なくこの DS2 って好きですね。仮にジョンが使わなくなったとしても、俺は使い続けるかなって思うぐらい好きなペダルですね。こんないい音あるって未だに思ってますね。このリードサウンドっていうんですかね。ギターソロに使うこの DS2。こんないい音ある？っていうね。またまあ、いろんないい音があると思うんですけど、この DS2 は、その音しか出ないんだけど、DS2 の音しか出ないんだけど、誰が聞いてもこれいい音じゃんっていうのが、そんな瞬間が、僕は、特に聞いておられない方も、ちょっとライブ聞いてほしいんですけど、
ジョン・フルシアンテの、特にスレイン・キャッスルっていうライブ、あの時のジョンのこの DS2 の音って俺無敵だと思ってて、この音をダッセー音だなとか、そんな感想を持つ方がいるんだろうかっていうぐらい完璧な歪みの音だと僕は思ってますね、うん、もうね、このDS すごい並んでるからね、もう研究熱が半端ないです。はい、機材だけじゃなくてプレイも全て研究されてるんで、はい、素晴らしいですね。うん、ということで今日はここで終わろうかなとは思うんですけど、本当に素晴らしいですね。改めて明日の東京ドーム、東京いるんかっていう感じなんですけど、いや楽しんでいきたいですね。本当に僕はDS2 好きすぎて絵も描いてもらいましたが、庄司さんっていうアーティストに、はい、好きすぎて庄司さんもありがとうございます。本当にもし明日、まあちょっとハートっていう服ですね、この服着て東京ドーム行きたいと思いますので、黒のハートロンティー着て、寒いかもしれないけど、もし見かけたら挨拶だけでもしたいと思ってますので、皆さんでデッチリライブ行く方終われたらぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。